バロンゴフ島の高校遺跡は、リオデジャネイロの中心地に位置するバランデテフェ通り沿いの公園内にある19世紀の港湾の遺跡からなるブラジルの世界遺産である。リオデジャネイロ市内のジョルナルド・コメルシオ広場に全体が収まっているバロンゴフ島の高校遺跡は、1811年以降にアフリカから南アメリカに上陸した奴隷の荷上げ地として、 建造された石造りの港の姿を残している。推定90万人のアフリカ人がバロンゴフ島を通して南アメリカに入ったとされている。一石は時代によっていくつかの層で形成されており、最下層のペデモレク様式の舗装がバロンゴフ島の本来の姿と考えられている。バロンゴフ島はアフリカ奴隷がアメリカ大陸に到着したことを示す最も重要な物証である。 2010年頃までは地中に埋まった状態であったが、世界遺産登録に向けて発掘が行われ広場として整備された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。センター、ユネスコワールドヘリテッジ、ビロングワーフアルケオロジカルサイト、ユネスコワールドヘリテッジセンター、2019年7月16日、閲覧、グーグルマップ、 Google マップ。2019年7月16日閲覧ありがとうございます。